さあ始まりまりしたイナチャンネル青葉賞2021最終予想ということでですねいきなり軸馬の方公開していきたいと思いますエフフォーリアへの挑戦状ということでですね皐月賞馬にダービーで借りを返しに行くのはどの馬なんでしょうかいきなり軸馬の方公開していきますということで,ですね軸馬候補3頭を挙げさせていただきます共同通信杯4着 一番人気のキングストンボーイ、それからですね、京都2歳ステークスの覇者、いまだにそこを見せていないワンダフルタウン、そしてですね、g 1以外負けなし、今年もですね、荒れる馬券を作っていくのか、青い賞ということで、ですね、軸馬はどの馬にするのかというところですね、この後発表していきたいと思います。 ということでですね、軸馬の方ですね、えー、公開していきたいと思います。超ハイレベルの共同通信杯で4着。これならですね、信用に値するんじゃないか。一番人気になりそうなですね、えー、ルメール騎手安城のキングストンボーイで今回ですね、えー、馬券の方は組んでいきたいなというふうに思っております。ということでですね、えー、一番人気にはなりますけれども、キングストンボーイをですね、今回本命に指名したいと思います。 日本ダービー同距離同舞台前哨戦青葉賞 2021の展開予想をしていきます。ということで、ですね走破時計は2分24秒3ぐらい、前半が59秒ごとですね速いペースで入って、上がりが35秒3と若干かかってくる、そのようなですね展開になってくるのかなというふうに思っております。今回、ですねやはり引っ張っていく馬が多いですので、えー、逃げたい馬、3頭いますけれども、ハイペースになるのかなというふうに予想しております。ということで、ですね多賀、まあの回がですね逃げるのかなというふうに思ったんですけれども、 アウスバール、この馬の方が内枠にいますので、えー、どちらかが引っ張っていくようなですね、そんな展開になるとそして人気馬の一撮りですね、えー、キングストンボーイはだいたいですね、5、6番手のですね絶好のポジションでそのうちにですね、ワンダフルタウンがですね8番手から9番手くらいそしてですね、その後ろに青いショーというようなですね展開になってくるのかなという風うに思っています。今回ですね出走馬が18頭ということでですねもうほぼほぼダービーとですね、同じ条件ということでですね、えー、ダービーではですねやはり1枠1番を えという。 ですね名言があるように、ですねやはり、えー、ダービーでは最も運がいいですね、1枠1番は絶対買っていかなきゃいけないということで、ですね今回、えー、1枠1番のアランデルというところはですね間違いなく抑えておかなきゃいけないのかなというところですね、えー、さらにですね最も馬券になりやすいのが、ですね、えー、ロジャー・バローズが勝ったところで、ですね非常にいい経済構想を取れるポジションが有利なんですよというところは、ですね間違いないと思われますということで,で、すね、えー、ノースブリッジ、この馬もですね非常にいいポジションが取れますし、えー、その後ろのです、ねえー、レッド ベロシティこの辺りもですねかなりいいポジションが取れるので、えー、勝っていかなければいけないのかなというふうに思っております。一方で、ですねその後ろからですね、えー、辺りはですねやはり実力勝負のですね見合いが強いですので、えー、やはりですね、えー、この前にいるですね先行馬辺りをですね給付局的には狙っていけばですねほぼほぼ間違いないのかなというところでございますということで、ですねこの辺りの馬を中心にですね、えー、馬券の方は構成していきたいなというふうに思っております。えー、ワンンダフルタウンに関 関しましてはですね、えー、若干ポジションはですね後ろ身にはなりそうなんですけれども休み明けとですねそれから本番がここではないというところからですね、えー、勝ちに行く競馬というよりはですね折り合い重視の競馬なのかなというところでございますやはりですね外にいる馬よりかはですね、えー、うちの馬をですね中心にですね、えー、馬券の方は組んでいきたいよというところですね、えー、ぜひ押さえておいてくださいということでですねこの後印の方公開に移っていきたいと思います。 青場所2021の印の公開に移りたいと思います。ということでですね、真ん中枠を引いてですね、最も展開に左右されにくいキングストーンボーイを3着以内の本命としてですね、内枠のノースブリッジとアランデルは勝っていくよというところですね、注意としてはワンダフルタウン、このままですね、内枠、1枠、2番を引きましたけれども、どのように狙っていくかというところですね、若干注意していきたいところだなというところですね、この4等についてこの後徹底的に解説していきます。オサイルとしてはです、ね、6番のですすねね番番の青 レッドベロシティ、それからですね、15番、16番、18番ということでですね、最低でも2勝はしてほしいなというところからですね、まあ、リステット競争でですね、3着以内に入っているぐらいのですね、実力は欲しいなというところでございます。 とということでですね本命はキングストンボーイについてですね解説していきます3着以内というところとですねやはりダービーを勝つのはですねダービーバーからというところでですねダービーを勝っているドラメンテ3区というところですね中止いたしましたエフフォーリア、シャフリアール、ステラ・ベローチェなどですね堂々たるメンバーが介したですね世代を代表するような馬たちが集うですね共同通信杯で4着、これはですねこの馬の実力をですね間違いなく示しているなというところでございます。 上がり最速の4着というところでですね F4 リアあたりにもですねほとんど負けていないのかなという実力場でございます5 0 0 0連続、ルメール騎手が騎乗しているようにやはり実力というのはですねピカイチなものがあると思われます本番にですね間違いなく賞金が欲しい馬というところでですねキングストンボーイを上げさせていただきたいんですけれどもやはりルメール騎手がですね里のレイナスダービーで乗るというところがですねほぼほぼ確定的ですので、えー、じゃあ、どうするのこの馬あー ルメール機種どうやって乗るのって言ったらですねこのレースを取りに来てですね他の馬に乗るということでですね他の騎手にですねこの馬を引き渡すというような形になると思いますのでこの馬はです、ね、全力で取りに来るのかなというところで,ですね本命馬にさせていただきます。 続いてはですねノースブリッジですね、この馬、モーリスンクでですねやはりマイルからですね2000メートルがベストなのかなというところでですね、まあ、この距離がどうかというところなんですけれども、ポテンシャルでですね、えー、こなせるんじゃないかなというふうに思っております。経済コースの最もいいポジションが取れるので、えー、左回り、右回り関係なく力を出せますし、距離の壁というところはですねクリアしてほしいなというふうに思っております、えー。時計的な実績っていうのはほとんどないんですけれども、まだそこを見せていないというのも事実。 ですし距離の壁がですね2枠3番のポジションでどう生きるかというところでですね注目していきたいなというふうに思っておりますやはり内枠先行馬っていうところですね東京2 4 0 0 m で穴を開けますし森さんくだからという理由だけでですねこのまま切るのは良くないというふうに思っていますので対抗評価にさせていただきます そしてですね、アランデルですね、1枠1番、アランデル。この馬もですね、内枠なんですけれども、1枠1番というのはやはり特別ですね。本来のですね、東京競馬場2400メートルというところはですね、もう欠陥レースで内枠が有利というのはですね、決まっています、これは。左内枠は必ず買いというのがですね、これは競馬の鉄則になっております。この馬は無条件で買うんですけれども、やはり出遅れや不利というところがなければですね、ポジション5、6番手に取ればですね、かなり優秀な成績を収められるんじゃないかなというふうに、 思っております左右中枠というポジションをですね生かして今、最も勢いのあるですね横山武史ジョッキーがですねどのように立ち回るかというところですね1つ注目して見ていきたいなというふうに思っております。 最後にですね、注意ということでですね、ワンダフルタウンについてお話ししていきます。一枠二番でですね、この馬ももちろん買うべきなんですけれども、やはり重傷を買っていてですね、完全な叩き台かつですね、この馬叩き良化型だよというところでですね、評価若干落とさせていただきました。奇跡と同じような血統でですね、父ルーラーシップの母父がですね、ディープインパクトということでですね、まあ叩き良化型なのかなというところはですね、ほぼほぼ間違いないのかなというふうに見ております。 やはりですね6月のですね新馬戦をですね叩いて、未勝利戦勝って、それからですね10月のですねハギステークス叩いて京都2歳ステークスを勝っているというところからも考えますと、本番は必ず日本ダービーであり、ですねここでは無理をさせないのかなというところですね、まあ、あっさりがあれば、ですねやはり実力つけてきて、めちゃくちゃ楽しみだなという一頭ではございます、この馬ですね、5、6番手の評価にさせていただきたいと思います。 チャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄のメール登録もお願いいたします。さようなら。